こんにちは、ブルートーク。電波で浮遊ゲロウシェイ、最終パートでございますよ。一体どれだけの激戦を繰り広げられることになるやらかわからないんですけれども、やばい、後ろから迫ってきてる。チャンネル登録しながらこのハッスルをぜひご覧ください。やばいやばいやばい、ゴリラこういう時だけ早い。隊長のくせに隊のこと見せていくからな。こいつあれだ、船長だったとしたら船が沈んでいくのに真っ先に自分で逃げていくし、韓国のどっかのやつかよみたいなね。あ、パンツ一丁で逃げるみたいなね。さあ、ということでラストパート一体どうなることやら、今からもう全身奮い立たせるほど楽しみでございます。あー、おじじが調子上げてる。皆さん冷たい飲み物用意してます？やっぱもう夏は暑い日にはさ、もう冷たい飲み物でも飲みながらさ、ひんやりする思いで今助けに行くからなーって言って、もう時すでに落とし、キャーまあこれさ、ゲームだからさ、面白おかしくこんな風に言ってるけど、現実世界自分がこんな目にあったとしてもいいやな。これ訓練された人だからさ、こうやって自分の腕引きちぎってでもなんとかしようってなああいう気になってるけど、死ぬ、常識的に考えて死ぬ、僕はもう無理。最初に手を掴まれた瞬間にもう死ぬ、そこの時点、あ、違うな、もうチャプター1で死んでる、カメラマンの前で死んでるまあしかし、まあこれある意味こうご都合主義というか、まあ良かったよねっていうのが、唯一その左利きのその左手がね生きてたおかげで発達したのかなっていう感じはするけど、私どうなんだろうね。さあ、インスリンのおじさん、宇宙、違うわ、左利きだけど右手が死んで右が発達するんだった。そういえば忘れてた、右手のパンパップが半端ないってことなんですよね。あ、やばいやばい、パソコンが震え始めた、震え始めた。ブン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 言ってる。こんなブン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 言ってたらマイクに響いちゃう。どうしようどうしようどうしよう。さあ、発達してる右手、どれだけ使えればこんな右手になるんだろうね。うわー、ありゃーさあ、震えてながら眠るが、なんやろ、なんかそんな癖になってんの、震えて眠れるから。あんまりクラシックだったりさ、古典だったりとか、昔大学受験するときにそのなんとか文学みたいになったじゃないですかね、白樺派だとかそういうのがあったときに、全部の作品を読もうと思って、明治から明治から大正までの作品、昭和初期だな、昭和初期くらいまでの作品をね、まとめて全部読もうかなと思って買った時があったんですけど、いくつか読んで、まあ、やっぱ一番面白かったのは人間失格だねなんだかんだね、まあ、僕みたいなインディアンちょっとはね、裏で何人かやってたら分かんないけど、インディアンちょっとはね、ああいう作品はね、かなり大きいし、で、読んでやっぱりちょっと面白さが理解できなかったのは樋口一葉。まあここのさ、文学作品に関してはさ、あの映画とかもそうだけど、他の小説、現代の小説とかもそうだけどさ、まあ、合う合わないっていうのがあるから、僕は樋口一葉さんがでも五千円札になるくらい素晴らしい方なんだっていうのは、やばい、うん、日本中でね、いろいろとこう評価されているっていうのは理解しつつも、激しい戦い、そう、無理じゃなくて、分かんなかったね。クリスの時ってさ、あのなんか肺だか心臓だかよくわかんないオレンジのコアをギュレッっていうのをさ、破壊やばいしながら、ジョイアジョイントバーンビリ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 ってすればなんとかね、クリアしてたっていう感じがするけど、でもそうはいかないのに、いってクリスを出すんじゃねえぞ、ね、この食品あたりもなんだろう、ウロボロスの血がやっぱ流れてるのかな、これどうなんだろうね、分かんないけどね、うん、さてさて、ちょっとこれは長期戦になりそうだね。あのクリス編の時はわりかしね打ちやすかったけど、これ食べるまでが大変だったんですよ、ね、ちょっとね、なんか効果的な倒し方をこう何十周もねノーホープまで含めてやってるのに、いまいち分かっていない状態というね、いやこれよくないね、これあんまダラダラやりたくないんですけどもうあとね、この先に1個エンブレムが残ってて、それさえあのクリアすれば、僕のね、このパートっていうか、そのクリス編をやる目的はクリアできている状態。おてってかんだガーイのね、危ないのね、ダメなのね、しびれまくれい、バイ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 、見て
っとダメ。どうしようどうしよう。くるっと回ってる間に、くるっと回ってる間に、やばいやばい。オーケー。いやっちょー、みんな邪魔見ろってんで、全然効いてない。ピンピンしてやがいたい。ピンピンしてやがる。くそー、どうしよう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 。あ、やっぱ、ようやく、こうなれば、まず一発目だよね。これ3回やらなきゃいけないんだよね、確かに、ね。あそこで苦しんでいる最中に、おいおちちょうだい。オッケー、やっぱり一つだよ。いやー、これあと2回繰り返すのか、結構、あれだね。なんかさ、ウスタラクの時もそうだしさ、シモン君の時もそうだし、こいつもそうだけどさ、一回倒すじゃん、すぐ復活するじゃん。だから一回一回倒した時のよっしゃクリアしたー、解放されるっていう爽快感は全くないんですよね。バイオシックスのなんかそこら辺がちょっといかがなものかって思うんですけど、っていう急なゲームの実況で一応言い始めるんで、まあまあもうですね、発売して約10年ですよ。約10年経ちましたからですね。2012年未来で進んでいる感じ。夜中って眠いよね。2012年で発売したんですよ。さあ、この頃はね、バイオ5に並んで2人でプレイできるっていうので、うち3兄弟だからさ、こう弟とかもね、交代交代でやりながらプレイをしてくるっていうので、まあ、バズなんかね、すごいゲームのイメージですね。意外とね、うちなんで、ね、冷たい痛い性格なんだけど、なんかね、彼が高校の卒業の日にね、さあ楽しかった、ブローズやろうぜって言って帰ってきたっていうのすごい印象的だったね。バイオやろうぜって言ってくれてね、子供ホームやって寝れない部分を。僕浪人したから、弟がね、現役で大学受かった、まあ、某関西の方では、僕、クラスに入るって、公立大学に行ったんですけど、それもね、後期試験で受かって、後期試験がなんか、合格者11人だったらしいですよね、その中学生、弟が入ったハンドルが。飛ばせるってやったわけ。えって、あ、なんだなんだ、ゴリラゴリラだった。11人中、まあなんか1位から10位までの順位で合格した人は A っていう判定、なんか合格のなんか入れるらしいんですけど、で B は11位から20位ね、ところがまあ合格者11人しかいなくて、弟を B って書いてきたらしいんですよ。11人中11位っていうのが分かるっていう結果だったんですね。なんかまあ後期試験は論文だったそうなんですけど、うん、いやすげえ運持ってんな、いい運持ってんなと思って、まあ、弟はね、あの次男坊はあの一番勉強ができてね、一番身長も高くて一番イケメンで、ね、一番スタイルもいいっていうね、もう全部持ってたっていうくらいすごいやつなんですけど、小学校の中学受験を失敗してるんですよね。その時がまあ本人曰く5年生の終わりから6年生 その受験をするまでの瞬間が一番人生で勉強したって言ってたんですけど、まあ、そこはちょっと中学受験うまくいかなかったんですけど、まあ、1年であの合格するだけでも、1年しかその通ってなくて合格するだけでもすごいよって言われてるような、なんか私立の中学校には受かったんですよ。あの3年くらい塾通って受かんないこともできるようなくらいレベルの、まあ、そこでもある中学校でたんですけど、まあ、弟はね、あの国立の中学校に行きたかったけど、そこは残念ながら落ちちゃったというところで、結局僕とか弟、あの一番下の弟と一緒にね、一般の公立で公立の中学校に行くことになったんですけど、まあ、そこでもなんかトップに行って、僕よりも彼女の弟と一緒に高校に行って、で国立大学に受かって、なんかそうやっぱさ、人間のどこかで、なんだろう、行って、大丈夫、大丈夫、まだ生きてる、まだ生きてるで、なんだ、行く、ここにパンタって、聞いてない、やばいよね、痛いよね、こうなった後さ、ハーブ食えないからっていうのもあるけど、それはいいんだ、ハーブ食えないんだけど、そのおかげか、あの体力がね、無限に回復してくれるから、自動で、ケアするの。人間どっかで頑張ったことがあると、でも死に物狂いであの一生懸命頑張ったっていう
記憶があると、記憶じゃない、経験があると、やっぱりね、それがどこかで生きる瞬間っていうのがあるんですよね。だから弟は、その小学校5年生から6年生にかけて1年間本気で勉強して、まあ、あの中学生だった当時の僕よりもはるかに勉強をしていた。お、あ、もうクリアか。お疲れ様でーす。なんかもうちょっとかかると思って。そう、そういうのがあったから。その経験がアクロスだっていうのは間違いないと思う。弟がだからそこで一生懸命勉強を頑張ったから、勉強っていう壁にぶち当たった時に、まあなんだろうな、高校受験も大学受験も自分が志望するところに立ってよかったし、高校の時も大体さ、あのまあこれ大阪だけだったのかもしれないけど、まあ大体その私立受けて公立受けてっていう、そのいわゆる併願2校受けることを併願って言ったりするんですけど、併願で受けることが結構で、僕も併願で受けたんですけどね、うん、でまああの後から分かった公立の方が受けたんですけど、弟は単眼って言って、もう公立だけと、俺は一発ここにかけていくみたいな感じで受けようかなみたいなことを言ってたんですけど、まあ結局ね、いやいや併願にしなさいっていう、まあ、万が一のことを考えてっていうことで、まあ一応その時は併願で私立の高校受けてたんですけど、あの国公立大学受験に関してはマジで単眼だったんですよ。私立は全く受験しないで公立一本って言ってたんですよ。だから全期落ちたんですよ。マジでもう、あの僕も浪人したから、僕は浪人したから、もう俺浪人だわってめちゃめちゃ言ってたんだけど、結果的にね、あの単眼で受けて後期で受かったから、いやすげえな本当にと思って、モーニング、で、どこか頑張って、その頑張った時の瞬間っていうのはやっぱりダメな時っていうのがあるかもしれないけど、それだったらお金に稼ぐ機会っていうのはたくさんあるから、頑張ることって結果的にやめちゃダメだと思うんですよね。だからそれ結構続かないんで、一生懸命勉強して、大学の時にその人間関係とか教育のこととか一生懸命勉強して、あれ、感じのようなことは分からない。やばいやばいやばい、開いた、開かない、これまずいんじゃないか、これまずいんじゃないか、一生懸命やりつけていただきます。え、やばい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 、あ、一撃で死んだ、違う違うんだ、開かないんだ、あ、やっと開いた、これ落ちんじゃない、もう終わった、多分終わると思います。これアピアスってダメだからね。だから大学の時、その一生懸命勉強やってた頃っていうのは、その勉強やってたことが周りにも影響して、ブルーホースのコーチング受けたいわって言って、いろんな人がね、あのことのコーチングをね、あの受けてくれて、そのコーチングぐらいは、まあ、あの受けて、ね、中には日本中したりとか、あの、なんていうか、明治じゃなくて、臨時会計士じゃなくて、なんかそこら辺で別の高いやつ、消費者は結局ダメだ。ダメで、無理か。あー、クリーす、ごめんなさい、時間かけすぎた、すいません、すいません、まあ、そういうこともあります、そういうこともあります、はい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 、はい、そうで、まあ、あの僕のコーチングですね、バスケで大会優勝してくれたりとかするし、先生になりたいんですっていう子が先生になってね、活躍したりとかって結構しっかりして、ところがまあちょっと今別にコーチングの勉強をね、あのしてないわけじゃないんだけど、まあ、ちょっと他にもね、いろいろ興味があって、マーケティングだったりとか、まあ、今一番やっぱりね、体のことなんですよ。健康のことで、まあ、筋トレをはじめ、栄養的なところね、筋肉バランスとか、それを EFC を高めてくれる、EFC の結晶を助けてくれる、それこそ酵素とか、補酵素とか、で、あの、ビタミンとかだってマルジェスとか、ビタミンのことが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 、ビタミンの
じゃあ仮に100体まで生きるって言いましょうと、じゃあ、80体体が出てくるとなると、リプスを流していられるのって、その苦しい状況と苦しい状況、大きいね、そうなるよね、何しとんねん、うわ、ちょっと待って、ボスよりもここに苦戦しているという事実、なぜじゃ、違う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 、くそ、雑談をしたい時に限ってこうなる、ムーブインさあ、あとは逃げ出すんだけれども、R に行こう、やだ、スノーモービル、ジェットスキー、スノーモービルのジェイク、今、これを見てくれてる方々が、All personnel, please evacuate immediately. まあ、1年、何か一生懸命、キャプテン、I can kill this creature! ほら、よくよく考えるとさ、学生時代、まあ、仮に一番、しかもさ、小学校、今若いです、小学校で、それが小学校だと45分間っていうところで、45キロ、それがまあ、かける6、45かける6なので、270分なんですよね。で、4時間半、1日勉強してたりとか、それを、まあ、単純に、まあそうだね、やってるところを、ちょっと一応勉強してないのかな、くらいか。まあ4時間半かける200の、まあ、分かりやすく200を取ってた。危ない危ない、もう少しゴリラパンチ食らうと思うけど、4時間半、まあ、分かりやすく4時間で200日やりましたってなったら800時間勉強してるわけじゃないですか。で、まあ、30分のあれがあるから、もうちょっとやっぱ1000時間勉強して1000時間勉強して、次の学年に進んでいく、あるいは中学校とかに進んでいくっていうのステップアップするわけですよね。だから、まあ、その今ね、まあ、学生さんだったら同じくらいそれ以上の勉強をしてると思いますし、それから社会人の方だったら1日8時間からまあ10時間、まあ、某企業とかだったら12時間とかね、それ以上仕事をしてるかもしれないけど、まあ、1日ね、4時間半かけるのが1時間だとしても、仮に1日30分かけたとして、それを365日戻したら、それで1000日戻したら、まあ、170時間かけられるということじゃないですか。で、170時間を、まあ、仮に何でだ、1000で割ったとしたら、大体6年くらいは、6年頑張れば、まあ、何かしらになりますわっていう話で、で、6年間っていうのが、ちょうどその小学校を入学してから小学校を卒業してまでの時間で、1000時間何かしらに打ち込むことができるっていうので、それで何かになれるって考えたら、短くて安い投資じゃないかなって僕は思うんですけどね。うん、って言ってる僕が、じゃあ、その6年間かけて何を投資するんだっていう話なんですけど、まあ、それができてないから、ひとたびに偉そうに言えないですけどね。そうなったら、なんだろうな、僕はコツコツ、誰かに教わってちゃんとしたその知識を正しく習得した上で体作りをした方がいいのかもしれないけど、まあ、今はちょっと独自にね、文献だったり書籍だったりネットだったりで、まあ、そんなことやってるからいつまでたってもね、6月末までね、3ヶ月かけて勉強したって全然あんまりうまくいかなくって、筋肉はちょっとムキムキになったんですけど、お腹の脂肪だけは結局タルタルのまんまで割り切れることができなかったっていうのがあるんで、そこをね、やっぱね、ちょっともう1、2ヶ月はリベンジしなきゃいけないなっていうのと、せめて8月末までに何とかして、9月からの増量に、増量をしたとて、力を入れるの腹筋が見えている状態っていうのをちゃんと作れるような体にしていきたいなっていうのがあるんですよね。うん、って言ってる間に、感動のお別れを済ましてしまったね。うん、っていうのがあるから、ね、まあ、それやっぱりね、大事だけどさ、見た目でかっこよくしてさ、自分に対してどう思うのか、体に対してさ、ねえ、しっかり、しつこいやれるんだね。うわ、この時どこに行ったの？これもまたこう極道主義で、こうなんとかクリスには当たらずにカオスだけやってマグマにチュドン。お疲れ様でございました。上へ参ります。
ていうところですね。まあ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 、なんだろうな、ほら世界の終わりのハビットもさ、大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど説教するってどっちゃけ快楽って言ってるじゃないですか。こんななんかさ、バイオハザードでこんなさ、なんか自己啓発みたいな話をされても誰もなんかね、これがライブとかだったらね、誰かがこういう話題を出してそれに触れてこうやって20分くらいか、今時間どのくらい経ったかちょっとわかんないけど喋ってるとかだったらね、まだ理解してもらえるかもしんないけどねえ、まあそんなところですよ。まあまあ、あの自分が好き勝手喋れる環境をこうやって作ることができるから、あの YouTube っていいなと思ってますよね。まあそんなところですわ。はい、さてさて、なんとか無事クリ戦クリアすることができました。ピアスリマスターありがとうございましたね。ぜひゲームクリアおめでとうって言っていただける方はチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけたら嬉しいでございます。はい、でちょっとクリスでここの部分ちょっとやり直して、最後に残ってるエンブレムだけをぶち壊して、で明日はね皆さんと共にその破壊したことで得られるアーカイブとそれからフィギュアを一緒に見てみたいというふうに思いますので、ぜひお楽しみにしていただきはい。で、明日以降、じゃあ明日以降じゃね、明日はそのフィギュアとアーカイブだ。で、明後日以降かは、引き続きね、エンブレム破壊するの旅巻きということで、ジェイク編をやっていこうというふうに思っております。で、ジェイク編に関しては、まあ、ジェイクで一周目ね、去年だったかいつだったか忘れたけど、クリアをしたので、シェリーでやっていきたいと思います。皆さん、アイドル、アダルティーの大人の皆さんも、息子がフルパンプ、フルパンプするようなね、もう言葉を恐ろしく間違えましたけど、まあ、フルパンプするようなもう絶世の美女ね、26歳なのに、20歳体で生涯止まるという最強の女の子をね操作しながらやっていこうというふうに思いますので、ぜひね楽しみにしていてください。まあね、あの見どころはチャプター3ですね。チャプター3のスポーツなんだけど、まあ、チャプター1からねまだ壊しないでこれを出していっていくということで、はい、で、それが終われば当然映画編をやっていこうと。でその先がまあ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 、あの大体これ今チャプター何個くらいですか、チャプター4パート15、6くらいかなってやってると思うんですけど、まあそれが終わって、まあ、大体同じくらいのチャプターサイズパート数 でその後のエイダ、エイダ分はちょっと短くなるのかな、わかんないけど、まあ、チャプター15前後っていうところでいくと、まあ、今から約1ヶ月間くらいはおそらくだけど、まあ、ゲームの進行具合によるけど、まあ、バイオシックスをぜひ、お楽しみに堪能していただければなっていうところでございます。はい、その後何をしようかなと思ってるんですけど、まあ、RE4 をまた引き続きやるっていうのも面白いし、またやってないね、あのプロフェッショナルを1からクリアするとかっていうのも面白いかもしれないし、まあ、プロフェッショナル1からクリアに関してはまあ別にそうね、なんかグダグダやるよりは、まあ、スペシャル武器でも手に入れてニューゲームを始めていくっていうのも面白いかもしれない。ただね、僕のゲームレベルだともう限界がありやすからね、うん、まあこのね、なんだっけ出てこないっていうね言葉がね、うん、まあこの、 あのバイオ6をやる前にね、なんだっけ、まあバイオ4の村観光ツアーみたいなことをねやってましたから、まあ、そこでちょっともうちょっとね、サクッとやるべきなのか、その時に 見切ることができなかったところを、ゆっくりゆっくりエッチラオッチラ見ていくのかっていうところはちょっと悩みどころではあるんですけど、はい、うん、まあ、ぜひね、こんなものを見てみたい、あんなものを見ていたいっていうことがねあれば、ぜひね、チャンネル登録ボタンをとグッドボタンを押しながらコメントも残してもらえたら嬉しいかなというふうに思います。まああと、まあ僕のね、チャンネルで好き勝手やっているものになるんで、まあ基本的にはバイオハザードのね、なんか、まあ20分から30分くらいの動画を毎日投稿させてもらってはいるんですが、まあちょっとしたね、家族で旅行に行った先の動画とかね、なんかっていうのもちょこちょこ上げながら、やらせていただくこととかもあったりするんで、まあちょっと箸休みじゃないですけど、まあ羽休み、箸休みとかってもいいんだけど、こんな動画もたまに上がってるんだなくらいで、だから昔の動画とか見てもらったら、僕はねユニバー行きましたとかディズニー行きましたとかっていう動画もまとめたやつとか上がってるから、それぜひ、ね、ご覧いただけたらいいかなというふうに思いますし、ね、今この動画のね今大部分を占めるね僕がなんか偉そうに今日ベタれてね
の世界の終わりにハビットとか言われてやったというようなことをいろいろと言われましたけど、それに近いような話とかっていうのは、もう今から2年前とか3年前とかの、まあもうちょっと遅れた知識になっちゃったかもしれないですけど、そういった話とかっていうのも、心理学だとかっていうのと、みんなじゃない、習慣化だとかっていうので話をしたりしてますので、ぜひね、そちらも興味あるかっていうのを、私の動画さんこのボックスに見てください。再生リストちゃんと作ってますので、心理学とかのコーチングとかそういったあたりでまとめてきますので、まあなんかね、友達とかにも結構そういうその友達とかもっと同僚かなとかにも、あのそっち系の動画またやってほしいっていうリクエストをね結構いただくこともあるんですよ。まあ、ただその僕が、まあ、前あのいろんな動画で同じことを繰り返し言ってるようでは恐縮なんですけど、まあ、あの嫁さんとね娘ちゃんが寝た後の夜中にしっぽりとやるっていうね、あのちょっと限定的な環境で動画を撮らせてもらっていますんで、その中で自分が何がまああのあのなんだろうな、生活の中でこう優先順位が高いっていうか、そのやってて楽しいかって言ったら、当然その勉強してそれをあの皆さんに発信してね役に立てていただくっていうことも楽しいんだけど、やっぱねやっぱどこかでゲームしたいって思っちゃうんですよね。だからよあの嫁さんとか起きてる時間帯とかで読書とかしてあの勉強とかは当然してるんで、アウトプットする知識とかネタとかっていうのがたくさんあるんだけど、それをじゃあゲームしながら披露しろよって話で、ゲームはゲームでも楽しくないし、まあね、ちょっと余裕がある時とか、こんな風にね、あのやり慣れた時とかしてね、ゲームに関しては、こんな雑談みたいなことをね、こうベラベラ喋りながらやってるんですけど、RE4 に関してはマジでゲームの世界観に没頭して楽しむっていうことがね、すごい面白かったからね。やっぱあれは神ゲーですよ。でね、まあ来年再来年あたりで RE5 がね、まあ1年に1回ずつね、バイオの新作が出たりとかしてるから、一体どうなのかっていうのがすごい面白いと思いますね。まあ、去年はもうだいぶ後半の方にね、シャドウズ・オブ・ローズっていうのを、久々に立ち上げてみるか、シャドウズ・オブ・ローズ の僕が実況プレイしたやつ見たことある方います？まあ、あれね、あの他の実況者に絶対見れない世界観なんですけど、なぜかっていうと、あのお城の地下の中にいるのにまるで空に向かってもらう開放感があふれる世界ステージになってきた。あれはマジでバグってる。なんであんなことになってるのか。一回立ち上げてみたら多分ね、バイオビレッジ自体がなんか、あのバグった世界観になってるから、多分シャドウズ・オブ・ローズもあのバグった世界のままになってると思うし、逆に言うと、ちゃんとしたその実況者さんとかがプレイしているのを見たら、僕あの暗い世界観の中でやったら多分ね、ビビり散らかしてまともにプレイできなかったかもしれないよね。まあ、結局、シャドウズ・オブ・ローズも一周しかプレイしてないんで、1周目以降のプレイはしてないから、まあ、どんな楽しみがあるのかとかってちょっと分かんなかったけど、あれなんだっけ、神秘あるんだったら、なんかね、他のまだ買うことのできてない武器とかもね、あの全部の、なんだっけ、CP とかのミッションをクリアしてないですから、とりあえず僕はやり込むというよりか、ストーリーを楽しみたいかで、またストーリー楽しんだ後に、散々苦しくなるというボコボコに仕上げながら衝突感に浸るっていう US 感に浸るっていうのがあのこのプレイの楽しみ方なんで、やりにくいと思いますね。まあちょっとゲームレベルがたくさんついたからっていうのもあるんですけど、まあそのあたり分かっていただければいいと思いますので、ゲーム機の最近一番古いなって思って、見てみて性格バラ入ってるのもね、なんかにお金がちゃって、まあ、まあ、バイオ6、5あたりからね、だいぶね、エンディングも長くなってきましたよね。やっぱ映画みたいな演出レベルがやっぱ高くなっているっていうのもあるけどね。うん、まあ、だからこそこうやってコントローラーを置いてね、まあ、コントローラーっていうかマウスとキーボードから手を離して雑談を楽しむことができるっていうね、ゆっくりとした時間が持てるからいいですけどね。まあ、皆さんもね、ぜひ、こんなテーマで喋ってほしいなとかっていうのがあれば、まあ、しつこいですけども、ぜひね、コメントとか入れていただいたら、皆さんの、コメント読ませていただいて、そういうテーマで、じゃあ今日ちょっと喋ってみましょうか、ということでね、もしかしたら JK の一発目かっていうやつかもしれない。はい。ということで、お願いしますね。で、スペシャルサンクスが来ましたね。ということは、もうすぐ終わりかな。まあ、ジャスト顔。目と目が合う瞬間絶中みたいな好き好き好き。さてさて終わりです。
ラストのあれかクリスにメイビーがあるからここまで行ってもらいやありがとうございました。はい、本当にもう最後までご覧いただいて誠に感謝でございます。ということでこれあれ終わんないぞ、終わんないぞ、あれ次進まない、おいなぜ次次次、あーやっと進んだ進んだ、オッケー。さてさて、いやなんかここに出てくるお肉は美味しそうなんすよね、本当に。うん、付け合わせのねポテトも超うまそう。酒に溺れたクリスが記憶を取り戻して、例えば記憶はちゃんと取り戻したっていう認識でいいんだよね。なんか全部の記憶を失った結果逆なんか先に入り浸れたみたいな確か設定だったと思うんだけど。さっキャプテン、これをこいつは誰だって。We've received new orders。なんか、ね、髪型がバイオワンに出てきたから、right. クリスの髪型になってる。大丈夫。Better get to it then。Yes sir。何してくれ。いやー楽しかったね。まあバイオシックスの中でも特にそのアクション性と男臭さを感じさ。ということで、はい、動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。本日も長かったですね。はい、ということでね、明日は申し上げた通りアーカイブとフィギュアを楽しんでいただくというシーンをねお見せしたいというふうに思います。皆さんと一緒にね読み合わせしたりフィギュアを舐め回していきたいというふうに思いますので、ぜひ明日もお楽しみください。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。ピアスの例に、ではまたお会いしましょう。あいだら。